ここは名古屋のとある場所知っているものだけが訪れることができるその名も「朗読クラブ真夜中」今日もお客様がやってきたみたみいいらっしゃいませ。あなたを お待ちしていました今日あなたに聞いてもらうのはこの作品 1>, さん1社交室久男縦蘭1青い波のうねりに初島がぽっかりと浮かんでいる英国種の芝生が絨毯を敷いたように広がってその上に暖かい日差しがさんさんと降り注いでいる 1>, 1月だというのに、手置き場の緑が目にしみるよう、椿の花が口紅ルージュのように赤い。正月も半ば過ぎなので、暮れから三が日へかけたほどの混雑はないが、それでも、この川名の国際観光ホテルには、ここを冬の社交場にする贅沢な人たちが20人ほど、ゴルフをしたり、ダンスをしたり、 至極のんきに暮らしている。自説柄、外国人の顔はあまり見えず、3階の南側のバルコンのついた部屋に、親子のフランス人が一組だけ滞在している。パリの有名な貿易商、山田和一氏の夫人と礼状で、どちらも相当に日本語を話す。夫人はジャンヌさん。 娘はイボンヌさんと言って、今年十七歳になる。朝露を受けた白バラといった感じで、つよ子は大変このお嬢さんが好きだ。もしや、露台のゆりいすにでも出てい,いはしまいかと、その方を見上げたが、窓には薄地のカーテンがすんなりと垂れ下がっているばかりで、その人の姿は見えない。 めったに社交室へも顔を出さずにいつも親子二人だけで楽しそうに話し合っている。なんてしとやかに暮らしているんだろうと思ってうらやましくなる。それに引き換えて社交室の連中は一体どうしたというのだろう。ゴルフの話、競馬の話、流行の話、映画の話。 浜のいさごと話題は尽きないが何より好きなのは人の荒探しでよく飽きないものだと思われるほど男も女も日がな毎日人の噂ばかりして暮らしているこのホテルに泊まっている人々の噂や品評が主で社交室に居合わせない人たちが片っ端からやり玉にあげられる 誰かちょっと座を立って行くとすぐその人の品評に移り、今まで人の噂をしていたその人が、今度は散々にやっつけられる。まるでこのホテルの他に世界がないように、互いにうのめたかのめで人を見張っている。巧妙な当てこすりもあれば、洗練された皮肉もある。ちょっと聞くと大変褒めているようで、 その実、ちゃんと毒のある抽象になっているのだから、油断も隙もあったものじゃない。この連中にかかったら、どんなに隠しておきたいことでも、遠慮えしゃくなく、明るみへ引き出され、何倍かに引き伸ばされ、拡声器にかけて、ホテルの隅々にまで吹聴されてしまう。強子がこのホテルへ来てから、今日でちょうど半月になる。 こんな贅沢なホテルでブラブラしていられる身分でもなければ、また大して好きでもない。おばの沼夫人がしつこく勧めるので、証拠となしにやってきた。第一、それが妙でしょうがない。日頃はこんな親切なおばではないのである。むしろ、意地悪だと言った方が早いだろう。それも相当渋いもので、 目に立つ意地悪をするのではない。思いもかけぬようなところで、ピりっと辛いのである。こういう複雑なやり方もあるものかと、その都度、強くはあっけに取られる。何しろ、打算にたけたおばのことだから、どうせ何か相当の理由がなくてはならぬはずだ。なかなか、 二人の娘の引き立て役ぐらいのところではなかろうと思われる。考えてもわかりそうもないことだし、生まれつき屈託のないたちだから、あまり深い詮索はしないことにしている。何か自分の信念に反するようなことでも押し付けられたら、その時はそれに相当した態度をとればいい。つつましくは暮らしてきたが、そういう場合にとるべき態度だけは、 ちゃんと教えられている。つよこは、もう一時間も、こうして一人でサンルームの流絶欄のそばにかけている。ここへは誰もやってこないし、窓からは日が差し込むし、居心地の悪いことはないのだが、どうにも退屈でやりきれなくなってきた。何もしないでいるというのは、 何という厄介なことだろう。もっとも、これは今日に始まったことではない。ここへ来てもう二日目にすっかり退屈してしまった。それで、暮れから仕掛けになっていた編み物を取り出してせっせとやっていると、おばが忍び足でやってきて、小さな声で叱りつけた。あんまりみっともないことはしないでちょうだい。 編み物をするのがなぜみっともないのか、つよこにはわからなかったが、素直におばの意見に服従した。しかし、どうにも手持ちぶさたでしようがないので、図書室からメリメのコロンバを持ち出し、主人公のネビール嬢に興味を感じて、少し熱くなって夢中になって読んでいると、またいつの間にかおばが後ろへ来て、大変優雅な仕方で、 つよこの手の中から本を取り上げてしまった。どうしてあなたはそうこせこせするんでしょう。お嬢様らしくおっとりしていることはできないの。育ちの悪いのをあまり人に見られないようにしてちょうだい。あたしたちに恥をかかせたくないと思ったら。つよ子はこれにも素直にうなずいた。 読書をするのがなぜお嬢さんらしくないんですかなどと聞き返しはしなかった多分皮肉に聞こえるだろうと思ったから相手がおばでなくともこんな小さなことで争う気にはなれないのであるおばが図書室を出ていくと千代子は低い声で自分に言って聞かせた本当に私 お嬢さんでなくてよかったわ。つよこは立ち上がって窓から首を突き出す。受賞を超えてその向こうに川名ゴルフリンクのフェアウェイが広々と開け、ゴルファーが歩き回っているのが指の先ほどに小さく見える。つよこは田園嫌いではないが、どうもこれは少し退屈な風景である。 心底から平行して一つ伸びをすると「死にそうだわ」とつぶやいたのびのびと発育したきっちりと肉の締まった五尺四水の若々しい肉体がくっきりと床の上に影を落とす銅はほっそりとしているとは言い難いがしかし ミロのビーナスのあの健康な腰だ。灰色の単純なデザインのワンピースが体に沿っていかにも自然な線を描きながら垂れ下がってる。顔はいつもツヤツヤと光っていて元気のいい子供のような新鮮な印象を与える。口が少し大きすぎる。その大きすぎる口を開いてよく笑う。とりわけそういうとき、 つよこは単純で快活に見える。ところで沼夫人は、つよこが大口を開いて笑うのをあまりすいていない。笑うのはとうよ。もっともあなたのは特別だけど。口を閉めなさい。奥歯が風をひく。つよこは、奥歯が風をひかぬように、慌てて手のひらで口を押さえる。 つよこは大役陸軍少将、石井蝶六閣下の末娘で、今年十九になる。しかし、笑ったり跳ねたりしている時は十七ぐらいにしか見えない。つよことは妙な名前だが、これは豪情の豪ではない。出実豪健の豪である。長六閣下は、 これからの女性は男の言いなりになるようなヘナヘナではいかん。竹のようにしなやかで、かつ剛健な意志を持たねばならぬ。という意見で、それで、つよこと名付けた。つよこは父の望みを食されているのである。つよこが自分の名を言うと、相手は必ず聞き違えて、ああ、つよこさんですか。という。 するとつよこは、つゆではありません。つよ,よ、よ。と、丁寧に訂正する。父の希望のこもった大事な名を間違われるのは嫌だからだ。つゆこなんて名は、何か闇細って青い顔をしてうつむいている女の姿を連想させる。つよこは、そんななよなよした女性は嫌いなのである。 つよこにはもう一つ、キャラ子さんという名前がある。キャラ子のキャラは、略断、人工、キャラのあのキャラではない。キャラ子はキャラ子、金金のキャラ子のことである。強子がキャラ子の下着、シュミーズを着ているのをいとこたちに発見され、それ以来、強子は、 キャラ子さんと呼ばれるようになった。ある日、社交室の漫才の中で、マキコがキャラ子の由来を披露したので、皆が腹を抱えて笑い、思いつきのいいのに感服した。少し手触りの払い、シャチこばった、この貧乏な娘に、いかにもふさわしい愛称だと思われたからである。それで、誰も彼もが、 この愛称でつよこを呼ぶようになった。つよこはこういう愛称で呼ばれるのを格別不服には思わない。キャラコのシュミーズを着ていることを別に恥だと考えないからである。赤じみた絹のシュミーズを引きずり回すよりはさっぱりとして清潔なキャラ子を着ている方がよっぽどマシだと思っている。そしてこれがまた 父のの意見ででもああったのである聴禄閣下はいつもこう言う「絹ではいかんな木綿のような女でなくてはいかん」「強子の一家は父の光栄ある恩給だけで大変つつましく暮らしているが強子がキャラ子のシュミーズを着ているのはそれには関係がなくもっと深い 感情ののここもったことなのである2。マキコが胸の上に手を組み合わせグレース・ムーアのように気取りながら歌い終わると「おお見事ですシャルマン!と」と缶に耐えたような声を上げたのがオチシである。オチ男爵の三男で、 このホテル中で第一のシャレのと言われるだけあって、さすがに隙のない身ごしらえだ。生地はウーステッドのストライプもの。ラベルをロングターンにし、よくこれで息ができると思われるくらい銅を絞ってあるので、後ろから見ると蜂のような腰つきに見える。30を3つも越しているのに、何をするでもなく、のらくらとこんなところで日を送っている。 もっとも、お父にとっては、これが大事な仕事だとも言える。できるだけ社交界にしゃしゃり出て、金持ちの養子の口にありつこうとしているのである。努力の甲斐あって、今まで二つ三つそういう口があったが、いつの間にか立ち消えになってしまったのは、多分、汚い腹を見抜かれたか、財産の点でお礼合いがつかなかったからであろう。 なんだかしら最近目立って沼市の家族は愛想をよくする社交室では姉の方だろうか妹の方だろうかと大変気をもんでいるお父は姉娘の真紀子の方にも妹娘の麻也子の方にも当分に愛嬌を振りまくのでどうにも捕まえどころがないのである誰も相づちを打ってくれないので おちしは、間延びのした薄手な顔を隣へ振り向けて、実にもって大した採用です。これでもか、というような大きな声で繰り返した。おちしの隣に座っているのは、いのた市である。もうそろそろ初老の年配だ。いき、シックではないが、このホテルの滞在客中で、 第一の金持ちである。この説、最も当てた軍需工場の持ち主で、少なくとも五六百万は動くまいという社交室の測定である。教養のない実業家のタイプにありがちな、そやでずぶとそうな印象を与えるのは、あぐらをかいたような鼻とししがんだ厚い唇からくるので、内実は 臆病なほど気が優しいのだと取り沙汰されている。猪俣氏は、冬をかれてへど戻していたが、つぶやくような声で。いや、まったく、まるで、えー、オペラーですな。と、意味のないことを言った。精一杯の知恵を絞ったところである。猪俣氏は、 この頃のモダーンタイプのお嬢さんが大好きだ。後添えにはぜひともそういうピチピチしたお嬢さんをもらいたいつもりなのだ。そういうお嬢さんたちに気に入るような洒落たことを言ってみたいのである。マキコは気取ったポーズを作りながら、続いて、あたしはあなたに夢中なの。というジャズソングを歌い出そうとしていたが、猪俣氏の三辞を聞くと、 いやねオペラだって嫌がる!と」といまいましそうに叫ぶとついっとピアノを離れロッキングチェアの中へ乱暴に仰向けにひっくり返って不機嫌そうに黙り込んでしまったマキコは今年23だ目も鼻も大きくてなるほど器量はいいがあまり整いすぎてとっつきにくい顔立ちである 髪をウェーブ抜きのロングカットにしている。パーマネントの流行りと逆に言ったところがミソなのだが、それにしても、濡れた着物のようにぴったりと皮膚にまといついたジュニア好みのプリンセス型のドレスとよく映って、なかなか声援な感じに見せる。マキコはロッキングチェアの上でうるさく体を揺すりながら、 じろじろと猪俣氏を見据えていたが出し抜けに「猪俣さんあなたお昼寝はどうもうそんな時間じゃないこと?」といじめにかかる待ってましたというように一座がどっと笑い出す千代子がそっと猪俣氏の方へ振り返ってみると猪俣氏は熟したトマトのように真っ赤になって 身の置きどころもないように恐縮している。気の毒になって何か言ってやりたいと思ったが、それをするとまた大騒動になるに決まっているので、今まで伴奏をしていたピアノの椅子から立ち上がって、社交室のずっと隅の方へ引き下がってしまった。午後の日差しが窓からいっぱいに流れ込み、派手な絨毯や気取った家具を明るく浮き立たせる。 暖房、スチームで程よく温められた社交室の中はうっとりするほど暖かい。窓辺には冬バラやカーネーションが大きな花を開き、ここばかりはは春のような和やかさである。この社交室に今10人ほどの顔が見える。土曜日になると 泊まりがけのゴルファーが来て新しい顔が加わるが今日は土曜日でも日曜日でもないのでここにいるのは見慣れた顔ばかりだそれぞれ勝手なところへ椅子を持ち出しそれぞれ自由な格好でかけている今紹介した人たちのほかにつよ子のいとこの修作師がすっかりこちらへ背中を見せ 窓のそばで新聞を読んでいる。茉莉子の隣のロッキングチェアには妹の麻也子がいつもする通り斜めに腰をかけ左手を顔に当てて傾けながら小指は気取った様子で唇の方へ曲げている。姉の茉莉子よりは二つ下の二十一で姉ほど美しくはないがその代わりもっと底意地の悪い顔をしている。 年寄りは老けた沈んだ色のウールのブラウスを着てまるでこの場の空気に何の関係もないといったような冷淡な態度をとっているジロジロ観察するだけでめったに自分の意見を出さないのがこの娘の癖なのであるピアノの横の方にはマキコたちの取り巻きの一段。パイプをくゆらしているワニくん 顎のニキビをひねくっているポン君。長いすねを持ち扱って足を組んだりほぐしたりしているアシ君。こういった連中が一塊になっている。いずれも金持ちの野良倉息子。ダンスとゴルフとドライブ。この三つのバラエティだけが生活の全部で、マキコ兄弟に奴隷のように意志されるのを大変光栄に存じている。 ところでこの社交室に欠かしたことのない沼夫人の顔が見えないのは多分お散歩の時間に当たるからであろう。こんなとこにまごまごしてないで早く逃げ出せばいいのにと強子がやきもきしているのに猪俣氏の方は立ち上がることも忘れたように見るも哀れにしおれかえっている。 いつまでたっても猪俣氏が動かないので、真紀子はすっかりじれてしまいいきなりロッキングチェアから飛び起きると。じゃあ、こっちが逃げ出そうっと。あたしはこれから着替えをするから、見たいやつはついておいで。ワニくんとポンくんとアシくんが先を争って立ち上がる。僕、僕も行く僕。おちしが中腰になって、 慌てて引き止める散歩なんぞいいじゃありませんか何かもう一つ歌ってくださいよ真希子はいましがた社交室へ入ってきた老人を露骨に指さしながら「あなただけでもうんざりなのにほらまたあの汚いやつが入ってきた」「ごめんだわ」「面白くもねえからクラブハウスにでも騒ぎに行くんだ」 と皆一緒にどやどやと出ていってしまったそれはみすばらしいほどの粗末な服を着た60ぐらいの大柄な老人で髪はまだ半拍だが顔には八重のしわの波がより意地の悪そうな陰気な目つきをし薄い唇の端にいつも皮肉な微笑を浮かべている。 三階の隅の日当たりの悪い小さな部屋に一人で住んでいて、食事のほかには滅多に降りてこない。誰も名を知らず、どういう素性の老人なのか、それもまるっきりわからない。とにかく不思議な老人である。社交室では、この老人がしばしば問題になった。多分、 ホテルの持ち主か親類か何かだろう。さもなければ、あんな小敷きのような老人をのさばらしておくはずはない。それにしても、目障りでしようがないから支配人に掛け合って追っ払ってしまおう。ということに意見が一致したが、先に立って交渉に行くものもなく、うやむやになってしまったが、誰も嫌がって、この老人が入ってくると、 聞こえよがしに舌打ちしたり、大げさに眉をしかめたりする。ところでつよこは、その老人を、みすぼらしいとも思わないし、格別、気味が悪いとも思わない。どうして皆がそんなに嫌がるのか、そのわけがわからない。つよこには、この老人が、何か大変な不幸にあった人のように考えられ、 自分のできることならどんなことでもして慰めてあげたいと思って、老人がサンルームの片隅などで寂しそうに座っているのを見ると、優しく言葉をかけたり、ラームの相手になってやったりした。少し陰気だが、話してみると、教養のある奥ゆかしいところがあって、強子にすれば、社交室の取り留めのない男たちとよりは、 この老人と一緒にいる方がむしろ楽しいくらいだった。こんなことでこの老人にいつの間にかキャラ子さんの恋人という人の悪いあだ名がつけられるようになった。 最後まで聞いてくれてありがとうぜひまた聞きに来てくださいねでは